どうもピチピチーナテクタンと申します。ドラゴンクエスト7実況プレイパート4始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて前回ね、城下町の階段から階段地下へ降りる階段からおじいさんの家に行ってキーファから預かった古文書をね読み解いてもらってて、しばらく経ったら来なさいって言われたんで宿で泊まればいいかなって思って宿に話しかけたら、まあ、セリフがこうなったんでちょっとここから始めております。お前のおじさんまた飲みに来てるぞということで、いました。ホンダラホンダラは女を口説いてました。なあいい加減俺の気持ちを分かってくれよヒック、こいつをプレゼントするよ。へへへ、なになになに、触ってみなよ。ほかほかホットストーン。ただそんなんプレゼントとしてもらってもね、カイロみたいなもんでしょ。見た目はただの石ころだが、そんじょそこらの石ころとは中身が違うってわけよヒック。これなんか遺跡のあれとすごい関係ありそう。まるで俺みたいだよな。へへ、ああそうああそうって感じよね。おお、テクじゃねえか。ちょうどいいとこに来たな。お前からも、この娘に俺の、ミリキ、ってやつを、語ってやってくるよ。びっくりした。私の語彙力のせいかと思ったミリキってなんやろうって思ったけど、マジか。さて、帰るとするか、ヒック。魅力って漢字を覚える前にさ、さっきにさ、ひらがなで言葉を覚えると思うんやけど、みんなどう思う？よテクシー、ついでにここの払いも頼んだぜ。子供に任せるんはやめてください。僕子供なんです。何歳か知らんけど多分15歳ぐらいなんです。少年なんです。まだ可愛いんです。許してください。あんなへんてこな石で私の気を引こうだなんて安く見られたものね。はあ、え、くれへんの？そのほかほかストーンもらっちゃうん？もらっちゃうの？やっと帰ったよ。ああ、お代はツケにしておくから心配しないでいいよ、テクシ。ツケで支払うことって実際あるんかな？やっぱなんか個人の店とかやったらあるって感じなんかな？私そういう、あれが、いまいちないのでよくわからんけど、お、起きてる。起きてない！あ！泥棒しようぜ！え、これのことホットストーン、でかない？これやろ多分。え、ちゃうちゃう。ホットストーンを見つけた。これでしょ、これ。でかない？ポッケに入る大きさな。こんなん、女の子もらっても困るやろ、こんな。岩みたいなやつもろてもさ。大事な時使おう。ほんのりと温かい石の玉。起こしてく？起きろ。起きない。これ持っておじいさんとこ行ったらいいんちゃうかな。なんか話進んだっぽいし。おじいさんとこ行こう。ほかほかストーン持ってきたよ。おじさんのぬくもりほかほかストーン。ふむふむ。おお、これはすごいの。なんじゃお前さんか。いつからそこにおった？お前さんも人が悪いの。わはは。いや、たった今やけど。ほんまにたった今やけど。わしが見ておったのはエッチな本じゃないかと。あはは、エッチな本見てたの？見せください僕にも。よし、気分転換は終わりや。わしは今から古文書の、なんでエッチな本読んでるんですか？わざわざ来たのに。じゃあそのエッチな本僕が預かります。え、しばらくって何したらいいんやろう。とりあえずそうね、このほかほかストーンを使いに行くもあり、一回城に戻るもありかなって思う。キーファ王子に会いに行くっていう感じね。じゃ、その方向でちょっと行ってみようかな。ちゃんといい子にしてる？キーファ王子。ないやん。王様は誰よりもキーファ王子のことを思っていらっしゃる。もう帰ってきたんじゃない？てくしか、そなたたちは一体何をしようとしておるのだ？それは意味のあることなのか。やめて、なんか生きることに意味を求めるようなこと聞くのやめて。いや、良い。わしはそなたたちを信じる。もう何も言うまい。世界を平和にするよ。まず悪をもたらすも自分やし、平和をもたらすも自分やし、みたいな。まあ、そんな感じがするよね。どこ行けばいいんやろ、キーファ王子。
城戻ってる言うてたもんね。あれか、あの、この辺り行けばいいかな。ちょっと探ってみましょうかね。ここは暗くて狭い、ジメジメした水の気配。海を見下ろす崖に家が建っておるぞ。犬も見える。それさっき行った家じゃん。さっき行った家のことじゃん。いや、まだ時間かかる言われたんや。やから何しとこうっていう、そういう感じなんやけど。いや、困ったもんや。困ったことに。どこに行けばいいか分かれん。もう行っていいんかな。でも何もしてないしな。ここクラン初めてじゃない？前来れんかったもんね。さっきはびっくりしました。一体キーファ王子はどうしてしまったんでしょうか。そこの噴水に映っている太陽を見ていきなり水に飛び込んだ。そうなん？おかげでびしょ濡れ、風邪を引きにならなければいいのですが。そうやって太陽に近づくっていう、なんか、感じ？実際の太陽には近づけへんから、みたいな。いいと思う、すごく。物語の中には魔物などという怪しげな怪物たちが出てきますが、一体誰が考えたのか。そんな怪物などというものが本当にいるなら、この目で見たいものですよ。そういうフラグを立てるから。こっちにおるんかな、じゃあ。誰？その昔この島の東は、え？ただここ来たやんね、一回。来たよ、ここ。あれ？あ、待って。ってことは、2箇所から来れる可能性があるのに、私はなぜか来れなかったってわけね。はい。理解しました。いや、しかしながら、キーファ王子が、見当たらないのだが、水に飛び込んでずぶ濡れになって、そのままキーファ王子はどこへ消えたのやら。まあ、その話も聞いたことやし、もう一回おじいさんとも行ってみるっていうのはありかもしれへん。実際なんかリアルに時間経過っていう可能性は、あるもんね。じゃあ、もう一回あのおじいさんのところにちょっと行ってみます。ここ。ああ。なんや、ここ。え、ここから行けました、ここ。こんなところに。そんな階段があったなんて。急にそういうことするんやめて。もう解読できてますか？これはすごいな。エッチな本じゃないかと。あ、よかった！もうまたエッチな本やと思ったけど、違うかった、よかった。わー、外れじゃ。これちゃんと古文書だろ？残念じゃったな。お前さんがまた戻ってくることぐらいお見通しじゃったよ。だってまた戻ってきって言うてたやん。ともかく、解読には今しばらくかかりそうじゃ。お前さんの方は何か見つけたらその像とやらに試してみるのもいいじゃろう。わしは頭を使うが、お前さんはその足を使うといいわけじゃな、ファッファ。あー、了解じゃん。もう像の方、像の方にいてホカホカストーン使っていいんや。なるほど。皆さんお待ちかね、ホカホカストーンのコーナーでございます。ホカホカストーンじゃなかった、ホットストーンやった。じゃあ使ってみよう。杖の先に乗せた、何も来そうにない。ほんまに？そっと懐にしまった。ん？象に紙切れが挟まっているキーバからの書き置きらしい。ふん。テクシエ、調子はどうだ？俺もあれからいろいろ試したが、どうもダメらしい。お前の方も話を聞きたいから、城の俺の部屋に来てくれるか？待ってるぜ。うわぁ、誘われてしもうた。ただ、城のキーファの部屋って、どこなんやろ。まあ、でもあの見た目やから行ったら見つかるか。あとね、大陸ちょっとぐるっと歩いてみたんやけど、ほんまにこの辺しかちょっと、ないみたい。ほんまにすごい狭い大陸でさ。
や、ドラクエ7の冒険も、だからこのフィールドで終わりですね。このフィールドで終わりですね、きっと。うん。ということで、もう全部のマップを回りきったんで、まあ、そろそろ最終回が近いかなと思います。っていう茶番はまあまあまあ、よしとしまして、思ったより狭かったな、ここのフィールドが。もっとこの島広いもんやと思ってたけど、じゃあね、キーファ王子をちょっと探したいと思います。いた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 。ピクシカ、その顔じゃお前の方もダメだったみたいだな。俺さ、あれから考えられる限りのものを試したんだぜ。知ってる知ってる、なんか水に飛び込んだ話も聞いたよ。でも全然ダメ。古文書にあった太陽の輝きって一体何なんだろうな。あの水すごい関係ありそうやな。カラビンになんか入れれそうな虹色の水ね。ん？あれ？お前古文書は？どうしちゃったんだよ。まさかなくしたりしてないよな。まさか、本当は500ゴールドで売りたかったんですけれども。え、崖っぷちの小さに渡した？そんな面白そうなこと、なんで早く言わないの。崖っぷちの爺さんってなんか、人生崖っぷちみたいな言い方するのやめてあげて。行ってみようぜ。何か分かったかも。あ、仲間になった？やったやった、オッケー。これでじゃあ仲間会話が、できるわけですね。テクシー、早くじいさんのところに行こうぜ。あ、もう喋ってくれへん。オッケー、じゃあ、行きましょうかね、おじいさんのところに。いや、楽しみですね。いよいよなんか、おじいさんのとこに行ったら物語がちょっと動きそうよね。いまだに喋ってくれへん。なんか、いろいろ会話変わるかなって思ってさ、チラチラ話しかけたりしょったんやけどさ、全然喋ってくれへん。着いたよ、ここやで、崖っぷちのじいさん。よっ。もう来たか。ちょうど今解読が終わったところじゃんぞ。ほんまに？エッチの方見てたんじゃない？三人で見よう。回し読みしよう。え、解読が終わった？で、何が分かったんだよ、じいさん。もうなんじゃ、お前さんは。あー、そうか。お前さんがあの王子さんか。会ったことないんかな？そんなことより、早く教えてくれよ。何か分かったんだろ？分かったんかな？えい、世話しないの。今から言うから少し落ち着くんじゃ。はい。わしが解読したところ、この絵に記された光の輝きは太陽とは関係がないようじゃ。ふん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 。ほかほかストーンはどうなる？ホットストーンは。太陽とは関係ないって？そうや、ここに書かれた光は心の輝きと熱意を示しておる。それも選ばれたもののな。僕は選ばれし者なんですか？どうなんですか？勇気だけは持ってるけど。選ばれたもの？一体誰に選ばれてる、選ばれるんだ、ん？選ばれるって言うんだえ？なんでそんななんか若干なまってるん、王子。おそらくはあの遺跡を作った存在だろう。なんだかよくわからない話になってきたな。なんかドアもいろいろあったしね、入れへん扉とか。だけど心の良さと熱意なら俺だって誰にも負けないぜ。良さはどうやろう。ほうほうほう、お前さんたちのどちらかが選ばれたものだとでも言うのかな。ならばここに書かれた方法を教えてやろう。良いかな。読むぞ。はい。選ばれし者よ、扉を守る賢者の前に立ち強く祈るが良い。大いなる意志が心清き熱き思いを受け入れたとき、そなたの進むべき道が必ずや示されるであろう。それだけでいいん。特にアイテムいらんかった。あの虹色の水は何なんですか？そうか。俺みたいな選ばれし正直者が扉を開けと強く念じればいいってわけだな。ほうほうほう、そなたのその気持ちいいほどの熱かましさは貴重かもしれん。ひょっとしたらその思い込みが奇跡を呼び起こすかもしれんな。じいさん待ってるよ。その遺跡と奇跡とやらを見せてやるぜ。もうちょっとで遺跡見せるとこやったわ。うん、誰が何のためにあの遺跡を残したのか気をつけていくんじゃぞ。土産話を楽しみにしておるからな。長らく帰ってこれへんような気配もするけど。
てくし、早速遺跡へ行こう。じいさんに教えてもらったこと、早く試してみたいぜ。了解。なんかすごくいい感じのじいさんだよな。俺、あのじいさん、結構好きになったよ。あ、そう？じゃあ、ちょっと遺跡のところまで行ってみたいと思います。なに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 ？お、王子、こちらにいらっしゃったんですか？ずいぶん探しましたよ。見つかってしもうた。王様がお呼びなんです。どうか我々と一緒に来てください。親父が？どうせさっきの続きだろ？俺は行かないよ。あ、説教でもされてたんかな？お願いです、王子。今日の王様はとてもご機嫌が悪いらしくて。そうなんです、王子。王子をお城に連れて行かないと我々はクビになっちゃうんです。クビ、それは、なんとしてでも連れて行かなあかんな。知ったこっちゃないって言うんかな。王子、私には年老いた母が感情に訴えてくるタイプ。私のところには先日子供が生まれたばかりで。今クビになってしまうと大変なんです。それは行こう。あ、よかった。そういう優しさを持ち合わせてたんやね。よかった。わかったよ。テクシちょっと行ってくる。後で行くから家で待ってるよ。お家で待ってたらいいんや。あ、そうなん？あ、そして夜が更けた。あ、そう。今からセーブしたりし、ちょっと城覗いてみようかなって思ったけど、夜更けちゃいました。夜にこっそり行くんか。おい、テクシ。起きろよ、テクシってば。起きました。ぴょこん。おう、やっと起きたか。ごめんな、テクシ。こんな時間になっちゃって。あれからみっちり親父に説教された挙句、部屋に閉じ込められちゃってさ。いやー、参った参った。はっはっは。なかなか、結構、なんやろ、やんちゃやね。親父も年だよな。ちょっと指輪を借りたくらいで、あんなに怒らなくてもいいのにさ。え、でも結婚指輪とかやろ？片身の指輪って言ってたよね。それは大事よね。でもまあ、それだけあの指輪を大事にしてたってことなんだろうけど。まあいいや、夜が明けないうちに出かけちまおうぜ、テクシー。うん。じゃあ行きましょう。この宝ってもう取った気がするけど、開いてるんか。うん。さあ、テクシー、遺跡急ごうぜ。了解。うん。オッケー、じゃあ、遺跡向かいましょう。ああ、そうか、お父さんおらへんと思ったら寮に行ってたわ。父さん、危ない、むにゃむにゃ。一回ちょっとセーブしときたいよね。なんか、頻繁にセーブ、打ったりしてるけど、全然冒険っていうか、なんか、あるよね、なんか、戦いがないよね。正しかったよね、本当に。スライムと。初戦闘になるまでが長いっていうのが、すごかった。すごい長かった。街に出るまでが長いのは、意外とそうでもなかったけど、確かに初戦闘までは長い。まだちょっと行きましょう。うん。神父さんにもね、あまり感心しないとちょっと怒られたところで、さあ、一旦、遺跡に向かってみましょうかね。こっから遺跡ってすぐやね。うん。じゃあもうささっと、向かってしまいましょう。太陽が本物の太陽とは関係ないっていう風に言ってたから別に夜でもいいっていう、そういう話なんかな？はい、着きましたが。さあ早く石像の前に急ごうぜ。うい、了解。あ、勝手に進んだ。さあ始めるぞ。テクシ、心の準備はいいか？はい。この遺跡には絶対何かある。それはずっと感じてた。たとえこの先にどんな苦難が待ち受けていても、俺は必ず乗り越える。大丈夫？キーファ王子結構いい装備とか持ってたりする？あー、せっかくやからあれやなー、ちゃんと。装備見とけばよかったなー。全然見てなかったなー、キーファ王子そういえば。お前も一緒だ。テクシとことん俺に付き合ってくれるような家にしたらどうなるこれ。いいえ。なーに言ってんだよテクシ、俺と一緒にどこまでも行こうぜ。な。これは断れないやつや。僕にはそんな断る勇気はない。じいさんが言ってたように、本当に心の輝きで道が開けるなら、俺たちにその資格があるならば。どうか、俺たちを受け入れてくれ。俺たちに新たな道を開いてくれ。テクシとキーファーは強く念じた。
ダメか？どうだ？何も起こらないみたいだな。選ばれなかったか？僕たちは別に選ばれはせんかったか？テクジー、お前情熱が足りないんじゃないのか？俺はこんなに熱くなってるのにさ、お前はどうか冷めてるって感じだぜ。あ、やっぱここでホカホカですよ。もう一回やり直した。その気になったら声かけてくれよ。え？え？え、その気になるってどういうこと？やっぱホカホカしとく？ちょっと。あ、これ装備するとか？あ、できない。できないんか。石像に向かってもう一回。ああ、ホカホカストーン使おうと思ったけど、ちょっと待ってよ。石像に声かけてみたい。ちょっと待ってよ。いい感じのところで、調べる。何やら不思議な像。で、この石像に向かってのホカホカストーンは？結局意味がない。で、もう一回祈るしかないね。もう一回祈ってなんか変わるんかな？え、なんか。あ、ん？一回で入って答えなあかんみたいな感じなんかな？心を一つにして強く念じた。来た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 ！よかったー。安堵。なんだなんだ？一体何が起こってるんだ？起こるんだ？うわあ！回転。あ、ドア開くみたいな感じかな。あ！え、なんかさ、ドラクエのなんか、ロトっぽいような感じのなんか、柄やったように見えたんやけど、気のせいかな。どうやっても開かなかった扉、こんな仕掛けになっていたんだ。わ、新たなとこ開いちゃったな。キーファ行っちゃったよ。あー、もう入っちゃっていいんかな。テクシー、俺たちついにやったんだよな。くー、この奥に何があるのか楽しみだぜ。最高、テクシー、新しい冒険の始まりだ。え、なんかめっちゃ僕のこと不満かった今。さあ、早く遺跡の中を探検してみようぜ。はぁ、あ。あ？なんやろこれ。おぉ、建物の中はこんな風になってたのか。なんかさ、それ人の足じゃない？おい、テクシー、これを見てみろよ。床に何か書いてあるぜ。テクシは足元の床を眺めた。何やら古びた文字のようなものが刻まれている。これ、僕ら読めへんのちゃうんかな。な、何か古代文字みたいなものが刻まれているだろ。でもこんなの読めるわけないしな。とにかくあちこち調べてみようぜ。さあ、行こう。調べるんか。何やら古びた文字のようなものが刻まれてて？何何？遺跡は開かれた時、伝説は再び語られん。なぜかテクシにはそこに刻まれている謎の文字を読むことができた。でも遺跡開いちゃったよ。あれ、なんでお前古代文字なんて読めるんだ？端っこのあったんかな？王子のりだって読めないのに変なやつだな。まあいいか、読めるならラッキーなもんだ。よし、いろいろ調べてみようぜ。おー。並び立つ聖者たちは遺跡を守り、また復活への道を示すだろう。並び立つ聖者たち。これ関係あるんかな？謎解きかな？ただ闇雲に進もうと、行く道は開かれない。まあそうよね。心の目を研ぎ澄まし、示された言葉の真実を解き明かすべき。わー、謎解きか。遺跡が開かれた時、伝説は再び語られん。心の目を研ぎ澄まし、示された言葉の真実を解き明かす。ああ、はしごあるやん。これはしごやったんか。人骨かと思ったけど、はしごやったんか。なるほどね。で、まあ、調べたいところなんやけど、多分下をいろいろ調べないとまだ話はわからないと思うので、そのあたりはどうしようかな。次回に回そうかなと思います。はい。ということで、じゃあ今回はこのあたりで終了したいと思います。ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。